い、どうもショータイムゴルフです。おお、あ、クラブ紹介です、ドライバーは M2 の新 M2 の方 10.5? 10.5 です。シャフトは、シャフトは、翔太さんと一緒の TR の 7X の方。でもドライバー短い、44.5 ぐらいしかない、で、クリックが、この TR の 8X です、ね、8X 金の、これちょっと立てて、17.5 なんですけど、0.6 立ってるのに 16.9 にしてます。ちょっと飛ぶように壊せるかな、はい、G400、 はい、これは、ほんまのこれ105ですね。ウィザー 105? 105の X 105X の22ドス22 4U、 はい、で、あとアイアンが、これは、あ、これはこれちょっと、そう、これはエピックのこれも U4 なんですけど、うん、U4、20度で20度、これ結構240ぐらい飛びます。めっちゃ飛ぶ。でも飛びすぎてちょっと使えないので使ってないです。でシャフト KBS のプロタイプの 90X、 それいい、これめっちゃいい、もらおうで、これアイアンが4号だけ本間の、何やらメディアが入ってて、ちょっとあのマッスルバック打てないの、4号だけ、で、あと下からはキーまではちょっと分かりにくいんですけど、716のタイトリストのアイアンが入ってます、なんでこんな張ってるかっていうと、これを張らないとバランスが軽すぎてしまうので。シャフト？シャフトはプロジェクト6.5 です。6.5 です。重っ。こっちは、これも分かりにくいですけど、クリーブランドです。クリーブランド。はい。プロジェクト6.5。はい。伊藤くん御用達の。伊藤くん。めっちゃです。はい。ここアイアン全部伊藤くんで。うん。ドライバー伊藤くんで、うん、シャフト伊藤くんで、うん、これだけ自分のです。全部伊藤くんか。伊藤くんです。これは俺のあの御用達のあのボール拾い機あのどこでも遠いところでもこうやって伸ばしてボール拾えるんで、よくあの愛用してますよくなくすんで、パターが、今朝、緑で買った、マサイスで買った1万2000円のパターです。ちょっと使いたてでちょっとよくわかんないです。7番タッチマン、7番175ヤード、軽めでピン左手前ですかね、センターか手前、カットできればいいですかね。ちょっとバーディー乗ってるので、うん、ちょい左、うわ、もっとはい、バンカー175ヤード、6番、抑えめの6番、結構レイドオフすんの、トップ、なんでレイドオフした方が曲がんなくなる。なるほど、カット。俺と違って曲がってるわ。ああ、グリーンオン、オン、6番で83ヤード、頭も届けてためです。ああ、ちょっと右っちゃったね。右、あ、木に当たった。こちらさん、意外といけるそうです。左足下がりだからショートのセカンド、ちょっとね、この上の木が高いと高い球打つとかかっちゃうので、よく出して、あ、ゴー、セーフティーカットが出ちゃった。ヒロさん、セカンドバンカーなんですけど、ちょっとね、左足下がりなんですよ。難しいですね。お、うわー、惜しい、ちょっとオーバーしちゃいましたね。勝谷さんのサードショット、56度ですね。
あー、ちょっと行っちゃった。調整バーディーパット。上りスライス。まあ、オッケー。ナイスパー。さんのパーあボギーパットか。お、惜しい。オッケー。結構切れましたよね最後。うん、切れた。インポータント、うん、言えないな。大事なパーパット、ちょっと切れそうですね。フックしそう、うん、あ、しない、わかんないです。全然すら全然すら。オッケー、はい、お、すごい T が勝谷さんの T ですかね。そうだね、か勝谷のツの T、ね、ツの T 完全にすげえな。 KATSU の T、 こんなとこにも影響が。調整の素振り、グリーン狙いで、グリーンセンターの方向で、うん、ナイス、ど真ん中、ナイスショー。今のでいくらですか。いやいやいや、あってただに決まってんだよそんなケチうまいよ。ピン狙いですか。うわ、うわ、すげえ、かなり振るじゃん。いい感じですよね。え、あ、いいよ、あ、いいよ。勝谷さん14番ティーショット、オークション、フィニッシュを取る大事っすねすごい大事だから大事、うん、崩れない。まあ、いいんじゃないか。はい、取ってなかった大好きなゴロシゲノでいきます。勝谷さんの56度95ヤードです。逆人じゃね。おお、ナイス、神業、神業、神業ピン奥、花道まで来たけど結構、そうだね、56度、転がしてく、フェースかぶして、フェースかぶして、まあね、転がすスペースは死ぬほどあります。手前から転がして、56でそんな転がる。前からフック回転で転がしてきましたね。60度、身長は160、5プラスされました、5が結構高めに、あー左に跳ねちゃいましたね。まあまあ距離感はぴったしでもないかどうかもったいない、グリーン前まで行ったけどちょっと2台もったいなかったですね。フッカかな、弱くね、よかった。ナイスパ、勝谷さんもバーディーパット、はい、めっちゃ打った、やばいやばいよ。俺だね、もう一回、うん、これしっかり最初しっかり決めてパーを取りたいです。あー痛恨のスリーパットでございます。 OK です、さっす、 OK ってことで
オッケーじゃないです。オッケーにしてくれ。ナイスバーディー。はい、自分でやる。なんで自分でやるの。タイがおかしいだろ。はい、皆さんこんにちは。僕のクラブ紹介をしたいと思います。まずはですね、ドライバーですね。はい、これはちょっと、はい、M2 のシャフトが空楼影ってやつの空楼影ってやつのフレックス X って書いてありますね。はい、これ多分 6g だと思うんですけど、なんか書いてないな。書いて書いてる、70って書いてます。はい、 70g でした。思ったより重い。後輩からもらいました。はい、次伊藤くんからもらいましたね。はい、そして、次ですね。はい、アイアンはですね、4番から、ピッチングまで、タイトリストの CB、 結構古いやつですね。はい、使ってます。シャフトはですね、モーダスのフレックス X ツアー105です。はい、伊藤くんからもらいました。伊藤くんからもらいましたね。話題のこれ X です。で、僕と言ったらこの代名詞2番アイアンですね。タイトリストの、712U、 これはさすがに中古で僕が買いました。あ、そうなの。うん、そうだよ。シャフトはですね、同じです。モーダスツアー X フレックス X105 です。はい、ウェッジですね、これも僕が買いました。高かったです。これはフェザーですかね。フェザーじゃなくて、なんだっけこれ、14というブランドのRM12。 はい、ご存知の通り僕はゴルフの道具に対してあんまり詳しくないです。52度、56度、60度まで入ってます。みんなこのあれ気になってる。度数とか、うん、そうだね。バンスがね、バンスが52度は10、56、12、60、10、違いがよく分かりませんが、そんな感じです。パターはこれスパイダー、ジェイソン・デイが使ってるからかっこいいと思って買いました。以上、ちょっと恥ずかしいんで切ります。さあ、勝負も終盤に突き刺さって、突きかかっ、なんていうんですかね、終盤に終盤に差し掛かってまいりました。今日はちょっと調子がとても悪いです。やっぱ2ヶ月ぶりのゴルフって難しいね。とっても難しい、特にショートゲーム全然距離感合わない。あー、練習したいな。407ヤード。ちょっとデベさせてるけど許してください。407ヤード、取れないなこれ。めっちゃスライスしとる。アンカーです。おーい、いい球。めっちゃいいね。フェアウェイど真ん中でございます。ツーアイアンで、ういツアイアン、やば、ナイス、真ん中。2番で打ちます。200ヤードちょっとですかね。200ヤードちょっと、205ヤードぐらいかな。フェードタイム、バンカーから。はい、オッケー、ナイスアウト、ナイスアウト、180、はい、180、何番ですか。7で、7番やんね、はい、そうですね、ちょっとフォローですね。つま先ちょっと上がってます。
2ピンぐらいですね。入れましたね。155、9番でピンはそこの木の真裏向こう側です。ちょいフォロー、と木の右からフェード。ちょっと奥、162ヤード7番、3打目。うん、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。おーどうす、入る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 、マジマジ、惜しい、すげえ。 OK もらったんで翔太に撮ってもらいます。いい、ナイスパー。俺はい、うまいね。まあまあまあ、ナイス。いやー、うまいです。完璧ですか？ライン読めましたか？翔太くん、バーディーパットです。ボールが吸い込まれるようにホールを嫌って逃げていきます。不動性のパーパット。結構右に置くんだね。うっそー、嘘じゃん、嘘。こういうことするんですね。どんまい。いやでも今がそれのせいじゃなくて、普通に。この動画を見ていいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。